私にさまざまな、なんか思いがするわけですね、はい、こうやってあのテレビの深夜番組でもって話をあのしておりますけれどもね、なんかいいこの事件に関しては例えばですね、その先ほどありましたハイジャック、いいハイジャックと悪いハイジャックとね、どう見分けたらいいのかとか、それから過激派と、これはもう頭が変なんではないかっていうふうにねしてしまう考え方では何も解決しないんです、うん、そのハイジャックの問題にしても過激派の問題にしてもですね、人間の問題に返さなきゃいけないわけですね。まずおそらく若い時にですね、自分のことを忘れて情熱を注ぐ何かの対象があったと思うんですよ、人々はみんな、はい、それを青春って言うんだと思うんです。動機は様々でしょう、思想は自由、そして刑務所に入ることを覚悟すれば行動も自由ですよ。で60年安保から70年の全共闘を通じましてですね、他者のために、いや革命というのは他者のためにあるわけですから、そういう形で情熱を燃やした人たちがね、今一体どうなってるんだろうと。例えばまあ名前を挙げませんけれども、社会主義体制が倒れたと、よかったと、これで俺は自爆から解放されたとかね昔は一生懸命学生運動やったもんだけれども、今自民党がいいよと、現状維持がいいよというようなことを言ってる人たちは学生運動も真剣にやってなかったと思いますよ、はい、でテレビ文化人面をしてですね、うん、そしてそのエスタブリッシュメントへの道をね歩むような人たちには理想もなければ動機もなければ、もちろん激しい行動もしなかった人たちが朝までちゃんちゃんバラバラやってるんだと思います、自戒を込めて言いますけどね、はい、ですから中核派のやったことがいいとか悪いとかじゃなくて、みんなもう30もう半ば過ぎちゃって40になろうとして、なおかつ固くなにね自分の青春を襲った一期の情熱にねまだいる人たちがいるんだと、こう解釈してやれないでしょうか、中核の人たちを、あるいは過激派と言われる人たちをね。例えばマラヤの共産党で70過ぎるまで2人の兵隊さんが、日本はマレーシアに何をしたんだと、本当にこの国に自由と独立とを与えたのかと、うん、何が大東亜共栄圏だと、うん、自分たちは踏みとどまって戦うと言ってですね40何年間を、うん、あらゆるその現世的な欲望を捨て去ってゲリラと共に戦ったあの二人の人がいるわけでしょう。バカと人は言うでしょう、バカと人は言ってもそれだけ彼らは71、76までの青春を生きたってことですよ。でそういうことがね一つも論議されない、うん、マスコミで、うん、でもこれは悪いものなんだと、現在の秩序だとか体制からのはみ出しもんなんだと、うん、いう考え方を持っている限り、例えば民主主義に対を暴力でもって民主主義を踏みにじる連中は許せないとこう政府が言う、うん、その政府が鳥籠の暴力を使って学生たちをですね5人6人で袋叩きにしてと、国家の暴力が許されるのかと。じゃあ個人の暴力と同様に国家の暴力も許せてはなりませんよね、うん、それから一旦、まあ、人間がですよ約束したこと、それは神と約束したのか誰と約束したのか知りません、僕は現在のね中核派の戦略戦術でもって日本にある体制の変換はないんじゃないかと思います、はい、おそらく 90% ないでしょう。しかし世界中いろんなところでね武装闘争をやらなければ民主が解放できないフィリピンのような国もあるわけですよ、あるいは武装闘争を放棄したんで自分の任務は終わったっていうマレーシアの例もあるわけですよ。現に中近東アラブでは毎日のように人々が死んでるわけですよ。で飢えて死ぬんだってこの殺人ですよ、うん、政治による殺人ですからね、フィリピンのネグロスでは飢えて死んでるわけでしょ、てめえさえよきゃいいと、てめえさえ先生って言われりゃいいと、それでよっちゃばってカンカンガクガク夜が明ける、ああこれで俺様はねこの世の中のエスタブリッシュメントだと、スターなんだと、タレントなんだと、うんうん、いや本当はねこれバッシングって僕は初め嫌だって言ったんです、はあ、というのはこのバッシング真剣に喋ると僕は
やめなきゃなんなくなるから、うん、いや誰かの圧力があってって意味じゃないですよ。自分に返ってくるって自分に返ってくる問題で、僕は本当に自己批判して言うけれどもね、それでも曲がりなりに戦ってはきたつもり、うん、だけど僕の中に青春があるだろうかと思うとかなりずるくなってるしね、うん、要領良くなってるし、うん、それを世間は仏の竹中と呼んでくださるしね、居心地いいですよ、うん、人間は居心地のいいところ行きたがるもんです。居心地の悪いところで頑張るのは本当は人間なんじゃないですか、うん、だから僕は彼ら居心地の悪い中で戦ってる人たちにある種の格好敬意格好を持ちます。そしてね、最後に冗談で締めます。例えば過激派が金閣寺に立てこもったり、本当にそういう文化財の中にね立てこもっちゃったりしたときに、さあ日本という国家政府警察はどうするんですか。水ぶっかけるわけにいかんでしょう、うん、催涙弾ぶち込むわけにいかんでしょう。そのように権威というものはね、頼りのないものです。金閣寺は何度も焼けた、金閣寺が焼けたことは日本の古い伝統とか文化とかっていうものの問題ではなく権威が焼けたんです。だから私は今度の大嘗祭ですか、即位の礼ですか、そういう中で天皇家がですねいろんなことをおやりになるのはそれは文化ですから、ただそれは利用しようとする人たちがそのいいハイジャックと悪いハイジャックを、いや全部ハイジャックが悪いんだ、過激派は全部悪いんだって分けてみせる力にそれが利用されることね、うん、それが恐ろしいと思います。はい。